い、皆さんこんにちは、しなたんです。はい、今回はですね、今日はなんかちょっとゆったりとメイクをしていこうと思います。結構今新しいコスメをいただくことが多くてですね、まだ私も使ったことない新作のコスメたちを今日は使いながら、ちょっとまあメイク研究みたいな感じじゃないですけど、その場で考えながらやっていけたらいいなというふうに思っております。みんなもなんか一緒にメイクしながら見ていただけたりとかしてくれたら嬉しいです。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。じゃあやっていきたいと思います。まず下地なんですけど、今日あの美容鍼に行くんですよ。いつも通ってるハリッチっていうところに行くんですけど、顔の施術になるのでファンデーションはなるべくしたくないのでこれを使います。前に動画でも紹介したんですけど、アリーのノーファンデ UV ですね。リアルに愛用してますすごい良くて、ノーファンデなのでそんなに気張りすぎないというか、すごいカジュアルにつけれるし、なのにちゃんとトーンアップをしてくれたりとか、毛穴とかも目立ちにくくしてくれるので、この下地結構出番が多いですね。やっぱ最近はお出かけとかっていうよりかはフラッと出るみたいな機会が多いので、そういう時はもう大体これ1本で済ませちゃいます。全然これだけでも肌ね綺麗に見えるんですよ。ファンデーションではないのでマスクに色がついちゃうみたいなことも少ないし、よれにくいんですよね。本当に結構しっかりとしたテクスチャーなので、少しずつ少しずつつけて伸ばしていくのが私はいいんじゃないかなって思います。で、今日アイシャドウ使いたい、アイシャドウがあって、撮影してる日の前の日、昨日シューウェムラ初のフラッグシップインスタにね上げたんですけど、これです、これです。見てくれた方いるかな。もうすっごかったんですよ。とにかくお店が本当に可愛くて感動したんですけど、外観がねちょっと見えづらいんですが、こういった感じでメイクボックスみたいな形になってるんですよ。でこの中にショップがあって、まずこんな感じで大きなこけしちゃんがお出迎えしてくれたりとか、さっきのインスタの写真、ここ本当にすごかったんですけど、なんか自分だけのオリジナルピグメントが作れるみたいな、色をこう調合して自分だけのカラーと、あとはなんかラメだったりとかグリッターとかそういうのをミックスして自分だけのオリジナルピグメントが作れるんですけど、本当になんかシューエムラのすごく和な雰囲気とでもモダンな雰囲気を掛け合わされた感じで、めちゃくちゃ素敵なショップでした。このショップが16日から表参道にオープンするんですけど、そこに一足お先にちょっとお邪魔させていただいて、でなんとギフトもねその帰りにいただいたんですよ。こちらシューエムラと貞治青木パリのコラボのコスメです。これがね超可愛いんですよ。開けるとじゃーん、こんな感じ。ケージから可愛いですよね。この貞治青木パリっていうのがスイーツのお店、私も詳しくないんですけど、この見た目とかもねちょっとこうスイーツっぽい感じっていうんですか、可愛いんですけど、このギフトをいただきました。中身がめっちゃ可愛いんですよ。さらにこれを今日は使いたいと思ってメイク動画撮ろうと思ったんですけど、いきますよ、絶対みんな好きだと思う。じゃーん、こんな感じ。これめっちゃ可愛くないですか。もう私も初めてこれパッて開けた時可愛いと思って思わず声が漏れちゃったんですけど、今この春の時期でもとってもぴったりなカラーもあると思うし、普段使いしやすいカラーたちもあったりとかして、今日はこれを使っていきたいと思います。でまだ本当に全然考えてなくて、メイクをどうしようかなっていう風に今考えてるんですけど、でも私が今絶対使いたいと思ってるのがこれなんですよね。このグリーンのアイシャドウ、これ絶対可愛い。これはマストで使いたいなって思ってるんですけど、とりあえずベースとなるカラーを塗りたいので、左下かな、このカラーをちょっと濃そうなので薄めにアイホールに広げていこうと思います。あ、でも意外とあれかな、もうちょっと塗っても大丈夫か。これ絶対みんな好きですよねしかもこの貞治青木パリとのコラボということで、香りもねちょっとスイーツっぽい香りがするんですよ。でもなんかすごいくどい甘い香りじゃなくて、何の香りなんだろう、なんかねちょっとお茶っ葉っぽい感じかな。そこもあれなのかな、シューウェムラのこの和な感じとイメージされてるんですかね。なんか爽やかなグリーンティーっぽい感じの香りがして、めちゃくちゃ癒される香りです。下にも塗ろうかな。はい、じゃあ濡れたんですけど、続いてどうしようか本当に悩む。なんか私が今思ってるのは、これをメインとして使うのも可愛いと思うんですけど、最近ね私ハマってるのがキラキラを涙袋のここにほんのり入れるのにすごいハマってるので、そういう使い方しても可愛いかなっていう風に思うんですよね。だから上のアイシャドウは、右下も気になりますけどね、どういう発色するんだろうってすごい気になる。これ塗ってみますか一回。手に取って可愛いかも。あ、ちょっとグリーンっぽいの分かります？何このアイシャドウ、
き皮なんですけど、これちょっと塗ってみよう。じゃあ上まぶたの中央にこうピッとのせて、こんな感じでのせて、これを少しずつ左右にぼかしていきます。あ、めちゃくちゃ可愛い。どうしよう。うーわ、可愛い。雨だから月がいいって言えばいいのかな。すっごい綺麗に乗ってくれます。可愛い。なんか最近私こういうラメラメのアイシャドウやっぱ可愛いなと思ってハマってるんですよね。ちょっとあと最後にちょっとだけエアブタをやっていこう。もうちょっと深みというか一体感みたいなものを作りたいので、右上の赤っぽいカラーあるじゃないですか、これを取って目頭と目尻真ん中を開けて塗っていきます。本当に発色がいい。めちゃくちゃこういうちょっと赤みがかったブラウン系のカラーとかって深みが出やすいんですよ、目元に。うちの方が目元に深みがあって印象づくというか、すごいくっきりとした感じの目元になるので、私個人的にはこういう赤み系のカラー使うと顔が盛れるんですよね。みんながみんな盛れるかって言われたらわからないんですけど、私の顔的にはこういう赤み系のカラー使うと盛れるなっていう風に思うので。でもあれですよね、中華メイクチャイボーグとかも盛れるって言われてると思うんですけど、あれもまあ赤系のメイクなので赤はやっぱ盛りやすいのかな。じゃあとりあえず上まぶたはこんな感じで OK なので、下まぶた早速つけてみましょう。あのグリーンのカラー、いやー楽しみ。どんな色なんだろう。このカラーを下まぶたの涙袋にのせていきます。うわっ、かわいい。見えますか、こんな感じで超キラキラ。でもやっぱりこのアイシャドウのこの塊というか、ここで見るよりはグリーンっぽさは軽減されるは軽減されるんですけど、近くで見ると結構グリーンのラメが見えると思う。どうだろう。ラメもすごくちょうどいい大きさというか、大きすぎずちっちゃすぎずなので使いやすいですね、これだったら。どうですか、わかるかな。あ、でもちょっとツヤっとするのわかります。よーく見るとラメがグリーンになってます。これ絶対ちょっと広めに塗っても可愛いですよ。なんか色付きのアイシャドウの上とかから、それこそグリーンっぽい感じのアイシャドウの上から重ねてる感じとか絶対可愛いですよね。あ、すごい可愛いアイシャドウができた気がする。で次にアイラインをしていきたいんですけど、アイラインもですね、あの新しいコスメというか新しいコレクションのものがあって、じゃじゃーん、これはですねメイベリンさんのコスメなんですけど、なんとセーラームーンとコラボしてるそうです。懐かしい、セーラームーン。私ちっちゃい頃よくゲームしてました、セーラームーンの。何のゲーム機だったんだろう、なんかやってましたよく、カセットゲームみたいな感じで。中はこんな感じです。もう可愛くないですか。これがマスカラとアイラインとリップなんですけど、このリップ私大好きな、スーパーステイマットインクのリップで、でこのマスカラも大好きなんですよ、ラッシュニスタ。ベスコスにも選んだんですけど、これも大好きなので、あとでマスカラ使っていきます。でアイラインもこちらを使っていこうと思います。これは新しいコスメっていうよりかはコラボしてる商品なので、もともとある製品ではあるんですけど、せっかくなのでこれ使っていきます。私はいつもアイラインは目尻だけなんですけど、ちょっと跳ね上げるのが好きかな。最近結構アイラインはブラックよりかはブラウン系が多かったので、ちょっと久しぶりかも。ブラックのアイラインは、このアイラインは本当に筆が細くて描きやすい、にじみにくいっていうのでも結構有名ですよね、このアイライン。アイラインは私はね、左側から描くことが多いかな。自分の利き手じゃない方の目のアイラインがすごく難しいと感じるので、こっち側から描いてそれを右でバランスを取るっていうのがやっぱ失敗しにくいかなって思います。そしたらマスカラを使います。これもこんな感じでブラシのところにセーラームーンがいたりとか、猫ちゃんかな、ちょっと名前が覚えられてないんですけど、猫ちゃんがいたりとか。でこのラッシュニスタも本当に間違いないマスカラなのでね、めちゃくちゃ使いやすいですよ。しかもめっちゃ綺麗に伸びるんですよ、まつげが。あ、そうだ、今日はですね撮ってるのが15なんですけど、なんとついにアベンマのニューコレクションが発表されたかと思います。ちょうど来週かな、22日の8時から新しいコレクションが発売になります。お待たせしました。結構前から私もストーリーズで新作をねチラチラ見せたりとか紹介したりとかしてるんですけど、みんなから早く詳細知りたいですっていう声が届いて嬉しい限りです。結構その中でも反響が多いのは、この前あの Get Ready With Me でも紹介してたんですけど、ホワイトのあのセットアップですね、ミリタリーセットアップ、あれもすごいみんな可愛いって言ってくれたりとか、あとはやっぱ牛柄の
ットアップがとっても反響がありました。今ちょっと手元にサンプルがそれがなくて、だからあんまり着れてないので写真も上げられてないんですが、撮影の時の写真をね上げたんですけど、前にその時にねみんなからの DM がすごく多かったです。アベも割とシンプルな買い回ししやすいアイテムが多いんですけど、今回のコレクションは割とデザイン性のあるものが多かったりとか、裾がアシンメトリーになったワンピースもあるんですけど、それもめちゃくちゃ可愛いんですよ。ちょっとこう斜めカットになってて、スタイルアップ効果もあったりとか、細かめのチェックになってるのでシンプルすぎなくて可愛いし、そのキャミのワンピースも私は結構気に入ってますね。あとお待たせしました、ゴールドブレスレットがようやく販売になります。アクセサリーもみんなから好評で、前にねシルバーのネックレスとブレスレットを発売してたんですけど、それももう今ソールドアウトで、結構再販の声もいただくんですが、今回はゴールドの新しいカラーでブレスレットが発売されます。最近割と毎日と言っていいほどつけてますね。それもあと他にもドッキングのトップス、これもねめっちゃ可愛いんですけどがあったりとか、とにかく可愛いのでぜひチェックしていただけたらと思います。そう、今度ねディズニーにも行くんですよ。前にちょっと写真ホルダーを見返してたらディズニーの写真がバーって出てきて、めっちゃ行きたいと思ってこう予約しましただから今度ディズニーにも行くんですけど、その日もねそのアベンマの新作のやつを着てこうかなっていう風に思ってるので、また写真撮ってあげますね。絶対お揃いとかでしてくれたら超可愛いアイテムが多いので、ぜひぜひお友達とお揃いでとかしてくれたらもう飛び跳ねます嬉しすぎて飛び跳ねます。あ、そうだ、今度なんか私がやりたいなって思ってるのがルックブックあるじゃないですか。ルックブックでテーマパークコーデみたいな感じでカチューシャと合わせてコーディネート組んだりだとか、お友達とお揃いでペアルックのねコーデを提案したりとかもしたいなっていう風に思ってて、そうなってくると私一人でやるのはできるっちゃできるんですけど、二人いた方が多分やりやすいと思うので、誰かをこうキャスティングしてやりたいなって思ってるんですけど、私本当に友達がいなさすぎてこっちに友達本当にいないんですよね。地元帰ったらいるんですけど、今考えてるのはメロタンまたかよって感じですけど、ほんとメロタンしか友達いないのって思われると思うんですけど、メロタンに来てもらいたいなって思ってるんですよね。メロタンが150何センチかな、153とかだったかな、結構ね違うんですよ背が。だからその私が168なので、高身長さん向けのコーデもできるし、低身長さん向けのコーデもできるかなって思うので、今度メロタンにルックブック出てもらいたいなって思ってるんですよね。メロタン見てるか分かんないけど出てくれたら嬉しいな。やっぱり私168センチなんですけど、低身長の人でも組めるコーデ教えてほしいとかっていう声もいただくので、だからなんかコラボとかでやれたらいいなっていうふうには思うんですけど、はい、じゃあこんな感じでできましたね。メイク、そうさっきも言ったんですけど、今日あの美容針に行くのでフェイスメイクは避けようかなと思ってるので、チークとかハイライトとかシェーディングとかは今日はしないでいきたいなと思うんですけど、リップは塗ろうかな。リップこのメイベリンのセーラームーンとコラボしたやつ、これもねすごく可愛いんですけど、限定のカラーとかじゃなくて既存のカラーなので、ちょっと今日はこっちのシュウエムラの方のリップをやっていきたいなって思うんですけど、薄とも割と赤めなリップなんですが、こっちのグリーンの方がこんな感じのカラーですね。 RD163 番フランボワーズクラッシュかな、グリーンティーっぽい感じの爽やかなカラーがします。カラーがしますじゃない、香りがしますで、こっちのピンクの方が、こっちの方がちょっとオレンジみがかってるのかな、こんな感じのカラーですね。本当に発色が、あ、これすごいツヤが綺麗なタイプだ。こっちはねマットだったんですけど、こっちがちょっとツヤっぽい感じのリップですね。 OR590 番あずきカラメルだって、めっちゃ可愛い名前。こっちの方がなんかちょっとチョコっぽい甘い感じの香りかも。うん、でもいい香りがする。どっちとも多分可愛いんですけど、メイクも今日はちょっとグリーンだったりとか黄みがかったカラーを使ってるので、こっちを使ってみたいと思います。最近ほんとヌーディーな色が多かったから、ちょっと久しぶりなパキッとしたカラーかも。あ、かわいいこれ。あ、絶対みんな好きなカラーだこれ絶対好きなカラーだみんな。ちょっとオレンジがかった赤リップでツヤもあるので、なんかそこまで重たくなりすぎずにつけれますよね。さーって塗れる感じどうですか。かわいいこれ。はい、じゃあこの感じでメイクできました。どうですか、どうですか。結構私このメイク気に入ってるかも。やっぱりこの目元のラメがすごくキラッとして動くたんびに可愛いですよね。リップもとってもいい色だし、発色も良くてつけ心地も最高。すごい私好みなメイクができたちょっと最後髪の毛とかやって着替えてきます。
はい、ということで帰ってきました。こんな感じで完成しました。ちょっとこの緑がポイントだったので洋服も緑のトップスにしてみました。ということでメイク研究みたいな感じでしたかね。今日は雑談もしながらゆったりとメイクをしていきました。今回新しいコスメをね使ってみたんですけど、本当にこのアイシャドウパレットはぜひ皆さんにもチェックしていただきたいですね。めちゃくちゃ可愛いので、今回私がやったメイクだけじゃなくて他にももうちょっとイエローカラーを使ったりとか、もうちょっとピンクっぽい感じのカラーを使ったりとか、どんなカラー使っても可愛いメイクに仕上がるような気がするので、ぜひチェックしてみてください。はい、ということで今回はこんな感じでですね、みんなとメイク研究をしてるような感じで楽しくメイクをしていきました。結構私の動画を流しながら準備してくれる方も多いみたいなので、なんかまたこの動画がもし好評だったらこれからもなんか一緒にメイク研究みたいな感じでやっていけたらいいかなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。